工業大学プレゼンツ、トーテックレディオ。おはようございます。パーソナリティの渡辺花です。私はですね、年間20試合以上スタジアム観戦するくらい、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスが大好きです。仕事の合間に遠征も行っていまして、今度目指すは北海道日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールド北海道です。遠征では各地のグルメを満喫するのも楽しみの一つで、北海道ではイクラ丼を食べて応援パワーを養いたいです。さて、未来のエスキースを描く東北工業大学の魅力をたっぷりとお伝えするこの番組。今日は工学部電気電子工学科4年生の郷古翼さんにお話を伺います。それでは郷古さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。郷古さんは工学部電気電子工学科の4年生ということで、現在どんなことを学んでいますか？はい、今卒業研究の方をやっておりまして、今やってるのは力と曲げデータが取れるセンサーグローブの研究をやっています。力と曲げのデータを取れるセンサー。はい、そうです。はい、職人さんとかって結構いろんな、まあ例として挙げるのが左官作業なんですけど、はい、いろんな手の力入れ具合とかがあるんで、そのデータを取得するための力と曲げのデータの取得できるセンサーグローブってなってます。その体の力の入れ方とか、はい、曲げ具合が数値化されるっていうことですか？そうです、はい、なんか不思議ですね。そうです。なんかいろんな職人さんって見ただけではわからないんで、はい、どういう風に使ってるかっていうのを数値化できるのをやっていますね。なんか数値化できたら面白そうですね。はい、その電気電子工学科としてはざっくりとどんなことを学べる学部ですか？そうです、まあ名前にもある通り電気のことをやったりもするんですけど、はい、いろいろとプログラミングであったり、まあ、情報系のこともやったりはします。情報系やプログラミングを学べる学部ということですね。はい、特に印象的だった授業はありますか？まあ、印象に残っている授業といいますか、はい、まあ、実験なんですけど、はい、そこでやった IC 作成っていうものが一番印象に残ってます。 IC 作成。はい、と半導体の、まあ、簡単なチップなんですけど、はい、を作るやつで、シリコンっていう基板の上にその自分でアルミニウムとか金とかを定着してそのチップを作るっていう授業になります。へー、自分でその学生のうちから作れちゃうんですね。はい、綺麗に作れましたか？そうですね、まあ手作業なんでちょっと傷ついちゃったりしたんですけど、はい、まあ問題なくは作れたと思います。でも貴重な経験ですよね。はい、そうです。就職活動にもつながったんじゃないですか？そうですね、就職先も、まあ、内々でいただいたんですけど、半導体業界の会社に、はい、内々手をいただきました。おめでとうございます。就職先決まったんですね。はい、半導体業界ですか？はい、そうです。今すごく需要のあるジャンルですよね。はい、そうですね。いや、今後楽しみですね。はい、そもそも東北工業大学を選んだ理由を教えてください。はい、私が高校が工業高校だったんで、はい、それの延長線上となる、まあ、工学が学べるところで、ずっとサッカーやってきてるんで、サッカーもできるような環境がある、ところに進学したいと考えたので東北工業大学を選びました。工学も学びたいし、サッカーも続けたかったわけですね。はい、そうです。他にもいろんな学校を比べたりはしましたか？そうですね、他の学校も見たんですけど、はい、やっぱサッカーやりながら勉強もってなるとキャンパスが違くてできないっていうところがあったりしちゃうんで、東北工業大学が一番だったと思いました。環境が整っていたわけですね。はい、そうです。電気電子工学科を選んだ理由は何だったんですか？選んだ理由として、ある研究室の最先端半導技術を応用したロボット製作っていうのを見まして、はい、まあ、それで一番魅力を感じて、そこの、まあ、電気電子工学科を選んだって感じになります。ではもう受験をする前から入りたい研究室が具体的にあったんですね。そうですね。なんか素敵ですね、入る前からもうここで学びたいと思っていたわけですよね。はい、
実際にそこの研究室に入っていろいろ研究をしてみてどうでしたか？思ってたやつだったんで、はい、まあ、自分のやりたいことができる環境だなとは思ってます。うん、環境もね充実していたということですよね。はい、サッカーも思いっきりプレーできてますか？はい、ちゃんとできてます。ポジションはどちらなんでしょうか？ポジションは右サイドバックをやっています。はい、すごくあの体力が必要なポジションというイメージがあるんですけれど、はい、いや楽しいですか？そうですね、サッカーはずっとやってきてるんで、はい、すごくやってて楽しいですね。キャプテンも務めていると。はい、まさにキャプテン翼ですね。そうなんです。何名の部員を束ねているんですか？今部員が18人いるんで、はい、それをいろいろまとめてやっています。何かキャプテンとして心がけていることはありますか？まあ、キャプテンとして、まあ、全体見ないといけないんで、はい、まあ、自分のことだけにならずに周りを見ながらっていうのは意識してやってます。でもいいですよね、時には研究室で半導体と向き合って部活動頑張って、はい、うん、文武両道ですね。はい、自分のその思っていたバランスでどちらも両立できていますか？そうですね、いろいろと、まあ、優先順位とか、はい、いろいろ物事つけてやってるんで、まあ、うまくやっていけてるとは思います。キャンパスライフ充実してそうですね。特にあの思い出深いことを教えてください。はい、思い出深いことは友人とその学校外で遊んだりとかご飯行ったりっていうのがすごく印象に残ってます。どこに遊びに行くことが多いんですか？まあ、ご飯とか行くことが多くて、特にラーメン屋とか行ったりするんで。いいですね、ラーメン、はい、やっぱり体動かすとお腹もね空きますよね。はい、ラーメンは替え玉するんですか？替え玉まではいかないです。大盛りとか頼んでお腹いっぱいになってるって感じです。いっぱい食べるんですね。はい、あの豪子さんが今熱中していることを聞きたいんですが。はい、何に熱中していますが？今熱中していることは魚をさばくことです。魚をさばくこと。はい、え、魚さばけるんですね。さばけちゃいます。今まででさばいた中で一番大きな魚は何の魚ですか？一番大きいのがキンメダイっていう魚で、はい、20-30センチぐらいある魚。あ、大きい。え、それは自分で釣ってきた魚なんですか？あ、それは塩釜の市場の方で買ってきた魚で、はいはい、買ってきてさばいていくって感じになります。でも市場で自分で目利きして買ってさばいたんですね。はい、はい、そうです。そのさばいたお魚はどんなお料理でいただいたんですか？半分半分で、片身の方を煮付きにしてもう一つを刺身で食べました。あ、煮付け、はい、いいですね。ちょっと渋いですね。煮付けも作れちゃうんですか？はい、作ります。でも釣りもされるんですよね？そうですね、はい、釣りも一応親と一緒に閖上の方に釣りに行って、はいはい、ハゼとかを釣ったりしてきてます。ハゼ釣りですか？はい、釣ったハゼはどうしたんですか？釣ったハゼは毎回正月ぐらいまで干して保存して、はい、その正月の雑煮とかの出汁とかにしてるって感じになります。本格的ですね。そしてお出汁にして。そうです。そしてお雑煮としていただくんですね。そうです、はい。素敵。お正月豪華ですね、きっと食卓が。そうですね、自分の作ってなんか干したものが入ってるんで、はい、特別感はあります。あ、なんか特別なねお正月になりそうですね。そしてサッカーもお好きということで、はい、特に好きなサッカーチームを教えてください。とイングランドの、はい、マンチェスターシティっていうチームが特に好きです。海外サッカーですね。はい、どんなところが魅力なんですか？やっぱ海外サッカーっていうのは日本とスピード感が全然違くて、はい、その中でも見れる技っていうのはすごく面白みがあります。やっぱそのスピード感が変わってくると、はい、技の種類も変わってくるんですね。そうですね、強度も違いますし、その難しい中でやるサッカーっていうのはまた面白いものがあります。戦術などもやっぱ日本とは違うんですか？そうですね、監督とかも全然違いますし、やり方も全然違うので、また違った面白みがあります。へー、あの特に参考にしているプレーとか、はい、憧れの選手とかいますか？憧れの選手はさっき応援しているチームのカイル・ウォーカー選手っていう方をすごく尊敬してますね。ポジションはどちらなんですか？それも右サイドバックです。あ、じゃあ豪子さんと一緒ですね。はい、そうです。じゃあ実際にその人のプレーを真似してみたりとかも。そうですね、真似しようと思うんですけど、うん、一瞬体現できないっていうのが現実になります。いやでもいいですね、そういう憧れの選手がいるっていうのは、はい、自分のサッカーも励みになりますよね。はい、そうです。
さて、郷子さんが電気電子工学科の魅力を PR するとしたら、どんな PR をしますか？ PR するとしたら、まあ、名前にもある通り電気についてはすごく学べるっていうのはあるんですけど、まあ、プログラミングであったり情報系のことも学べるので、すごく就職にも必要な知識っていうのは学べるかなって思うのと、あと電気工事士っていうのも資格なんですけど取ることもできて、そこが一番の魅力だと思います。実用性のある資格も取ることができるんですね。はい。でも幅広いですね。電気だけではなくてプログラミングもね、学べるんですね。はい、そうです。そんな郷子さんの今後の夢を教えてください。はい、今後の夢は、いろんなところに旅行に行くことです。あ、いいですね。はい、いろんなところ、今一番行きたいところは、一番行きたいのは、まあ、さっきも言ったように海外サッカーが結構好きなので、イングランド、まあ、イギリスの方に行きたいなとは思っています。生でサッカーを観戦したいということですね。はい、そうです。いや、絶対興奮しますよね。そうですね、海外の現地のは絶対興奮しますね。あの熱気味わってみたいですね。はい。さて、あの卒業したらこうなりたいといった夢はありますか？はい、卒業したら、まあ、社会人になるんで、はい、社会人として、まあ、当たり前のことを当たり前にできて、周りの人から信頼されるような人間になりたいとは思ってます。大学での経験も生かされていきそうですね。はい、ありがとうございました。今週は工学部電気電子工学科の4年生郷子翼さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。東北工業大学プレゼンツ、ドーテックレディオ、エンディングのお時間です。郷子さんは入学前から入りたいと思っていた研究室でしっかり学びを深めて、そしてサッカー部ではキャプテンも務めて、すごく充実したキャンパスライフを送っているように見えました。私もつい目の前のことに一生懸命になりがちですが、少し先の未来を考えながら一生懸命今を生きていきたいと思います。パーソナリティの渡辺花でした。また来週。